ジャニーズ FC ビジネスの未来、平野市用と神宮寺勇太が戸部に合流。2023年7月7日、元キングプリンスへの平野市用と神宮寺勇太が、滝沢秀明氏が設立した新芸能事務所、戸部に合流することを発表しました。このニュースは大きな反響を呼び、ファンたちは喜びと興奮の声を上げました。配信された YouTube ライブでは、 二人が元気な笑顔でファンたちにメッセージを送り、視聴者数は100万人を超えるほどでした。平野と神宮寺はそれぞれ自身のインスタグラムアカウントも開設し、短期間で数百万人のフォロワーを獲得しました。この動きにより、平野は金プリ公式アカウントを追い抜く勢いとなりました。平野と神宮寺は活動再開後、 ライブ活動を中心に展開していく意向を示しています。滝沢市はすでにトべのイベントのために東京ドームを抑えているとの情報もあり、元ジャニーズ JR グループであるインパクト大勢への合流も予告されています。さらに、オーディションも進行中であり、年末にはお披露目会が開催される可能性があると報じられています。このスケジュールに合わせて、 平野と神宮寺は個別に楽曲制作も行っており、配信限定ながら世界展開も視野に入れているようです。このような平野と神宮寺の活動再開には、従来のジャニーズ事務所のアイドルとは異なる新たな動きが見られます。彼らはインスタグラムアカウントだけでなく、独自のファンクラブも開設しました。 その人気は非常に高く、ファンクラブへのアクセス集中により一時的にサーバーがダウンするほどでした。ジャニーズ事務所は長年にわたって、ファンクラブビジネスを重要な収益源としてきました。例えば、嵐の場合、300万人を超える FC 会員がいると言われており、その会費収入はジャニーズの主要な収益源です。元 V6 の三宅健も、 トベに所属する際にオフィシャルファンクラブを設立しました。滝沢氏はジャニーズの FC ビジネスモデルを踏襲し、トベの運営を行う予定です。ファンクラブには、コンサートチケットの先行受付や、会員限定のオリジナル動画、デジタル会員証などの特典がついています。初年度の会費は、6200円税込みであり、2年目以降は、5200円となっています。 ニュースでこのファンクラブの設立が大きく取り上げられたこともあり、現在も入会者数は増加し続けています。ファンクラブの会員番号はランダムに付与される仕組みですが、すでに90万台の番号が存在し、トべ派100万人以上の会員数を見込んでいるとされています。この週末だけでも40万人近くの登録があったという噂も広まっています。 平野と神宮寺の成功を受けて、戸辺のファンクラブはさらなる成長が期待されています。ファンクラブによる収益は非常に大きく、単純な計算で40万人の登録なら約25億円の売り上げになります。さらに、ライブなどの開催によって会員数が増えれば、売り上げはさらに倍増するでしょう。平野と神宮寺は個人事務所を設立し、 トベと業務提携するエージェント契約を結ぶ予定です。ファンクラブの会費も適切に分配される見込みであり、彼らは独立初年度だけで数億円の年収を得ることができるかもしれません。平野と人獣児の独立とトベとの合流により、彼らのビジネスはさらなる成功を収めることが予想されます。 トベのファンクラブ会員カードには二人の名前が記載されていますが空白が多いことからジャニーズ事務所に残っているキシユタの名前が追加される可能性が高まっています。キシユタがトベに合流すればファンクラブ会員数もさらに100万人に近づくでしょう。資金が確保されれば トベは様々な新たなチャレンジを行うことができ、3人にも豊かな報酬が支払われることになるでしょう。さらに、トベはすでに海外進出について予算を割り当て、可能性を探っているとの報道もあります。今後はテレビ出演なども含め、元金プリのメンバーたちからさらなる動きが期待されます。 平野紫耀とジングージ・ーがジャニーズ事務所を退所し、新たに滝沢秀明氏が設立した戸部に合流したことは、ファンたちにとって大きな驚きと興奮の連続でした。彼らの成功は、独自のビジネス戦略と新たな動きに裏打ちされています。インスタグラムアカウントやファンクラブの開設など、オンラインプラットフォームを活用した直接的なファンとの接触が、 彼らの人気と収益源の拡大につながっています。ジャニーズ事務所の伝統的なファンクラブビジネスモデルを踏襲しながらも、トベは新たな可能性を追求しています。トベのファンクラブは、コンサートチケットの先行受付や会員限定の特典を提供し、ファンたちに独占的な体験を提供しています。ファンクラブ会費の収益は莫大であり、 平野と神宮寺は独立初年度だけで数億円の年収を見込むことができるでしょう。さらに、戸辺は岸優太の合流や海外進出にも積極的に取り組んでおり、今後の展開がますます期待されています。平野と神宮寺の成功事例を見た他のジャニーズ事務所所属タレントたちにとっても、戸部への合流が魅力的な選択肢となる可能性があります。 平野市洋と神宮寺ゆ太の合流によって、ジャニーズ FC ビジネスのからくりが明らかになりました。彼らの成功は、ファンとの直接的な関係性や新たなビジネスモデルの採用といった要素が組み合わさった結果です。とべは、今後もファンクラブビジネスを通じて、ファンとの絆を深め、多様なチャンスを追求していくでしょう。 平野紫耀と神宮寺勇太の戸辺への合流は、ジャニーズ事務所のアイドルたちにとって新たな可能性を示すものとなりました。彼らの独自のビジネス戦略と強力なファンベースは、彼らが独立した後も成功を収めることを示唆しています。戸辺は従来のジャニーズ事務所のファンクラブビジネスモデルを踏襲しながらも、新たな展開や挑戦を追求しています。 平野と神宮寺の成功を受け、騎士ユタの合流や海外進出など、さらなる成長が期待されています。これからの時代、アーキストとファンとの関係は、ますます重要になっていくでしょう。平野市洋と神宮寺ユータのようなトップアーキストたちは、自らの個性とビジネスセンスを駆使して、新たな道を切り開いています。 ジャニーズ FC ビジネスのからくりを見せつけた彼らの成功は、今後のエンターテインメント業界に大きな影響を与えることでしょう。最後に、平野志洋と神宮寺ゆ太の活躍を応援するファンたちに感謝の気持ちを述べるとともに、とえの今後の展開に期待しましょう。彼らの創造性と魅力的なコンテンツが、エンターテインメント界に新たな風をもたらすことでしょう。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています。